あ皆さんこんばんこばは、えー、今日は、えー『仮面ライダーブレイド32』について語っていこうと思います。えー、前回でね、えー、カテゴリーキングにカードを奪われて、まあ、変身できなくなったはじめはなんかあまねちゃん親子になんか正体をばらされそうにな,るなって、まあ、でジョーカーの姿になってしまうっていう。 それで蓮華に襲われ剣崎に助けられついに初めは秘密を明かす、まあ、そこにギャレンが封印にやってくるという、まあ、そんな展開でしたけどね、うん、あじゃあ行きます、えーまあ、小太郎の家に現れた、えー、変わったンテッドは倒して封印しようとしてもできず再び起き上がってきたそこへギャレンが火星に来る攻撃により倒れ溶けて消えた 橘、えー、封印した全てのアンデッドの力を使える特殊なアンデッドらしい。で小太郎ロ、えー。初めの姿は仮の姿で本当の顔があるってこと。で広瀬が、えー、それがジョーカー。で剣崎は確かに初めはカリスだけでなくアンデッドにも変身していた。そして初めに戻る時もカードを使っていた。カテゴリー2。 ののカードには人間が封印されてているってことなのか、えー、橘、えー、俺は城下ーーについて探ってみるお前は動くなやつを助けようなんて思うな。でケンザキがにそれを睨らむ。えー、で初めは、えー、キングにとらわれカリスに変身するために必要なカテゴリー S のカードを奪われた。 さらに他のカードも全て奪われてしまう、まあ、結構ねこのカテゴリーキングのね編んでると強いんだよな本当、うん、でえー、戦いな始めは、えー、さっさと俺を倒せ で、キングは、えー、ジョーカーの姿を見たいんだよ。俺はめちゃめちゃにしたいんだ。人間どもは何も知らないでのんびり暮らしている。バカバカしいじゃないか。あんたは俺のものになる。綺麗は汚い。汚いは綺麗。で、携帯をいじっているキング。えー、あまねちゃん親子に正体をバラすという。 で怒った初めは獣のような怖い形相になり光に包まれた。で橘は、えー、どっかの部屋の鍵を開けようとしていたら開いていた中には。 まあなんとね、えー、亡くなったと言われていた広瀬さんの、えー、父親がいた。で広瀬、えー「ジョーカーにまでたどり着いたんだね」で。で広瀬「今は娘に会うつもりはない」。アンデッドの不死の秘密を解く研究をしている。人が死の恐怖から逃れるために。で立花さんは、えー、亡くなった。 元彼女のことを思い出すで広瀬が「城、え、下、ー、は恐ろしい剣崎は飲み込まれる運命にある」「ブラックホワイト」このパスワードで政府のある機関の全記録にアクセスできる運命と戦えと言って部屋を出ていった早速そこにあったパソコンで見る橘。 非公開記録ライダーシステムはジョーカーを分析したデータから作られたなぜこれが秘密にされなくてはいけないなんだってでパソコンを見つめ驚くで広瀬は、えー、別の部屋にある小窓を覗いている石の 塊のようなものにベルトのようなものが据え付けられているそしてそれが次第に形成されアンデッドとなった、えー、ドアを開けると広瀬は抱き合いお借りという「剣、えー、崎は部屋に閉じこもり悶々と過ごしていた」えー「小太郎が朝食を持ってきてくれる」で「剣崎、えー、食べたくない」で「小太郎、えー、どうしたんだよ」じっとして「 君らしくないな、いうじうじしているのは僕の先輩特許だろう今はっきりしているのは初めが敵に捕まっているってことそれだけだろうで剣崎は飛び起き元気に「いただきます」でサンドイッチを口に押し込みにっこり笑顔で飛び出していく。 で見送るヒロシさんがたとえ相手が何であると誰かを助けるために走るそれが仮面ライダーよね。で初めはとぼとぼ歩いていた。 鏡映った自分ににもう二度とあの姿ななるなでそこへムツ月が現れる。で初め完全に取り込まれたんだな。ムツ月、えー、闇の中にいるいい気分だよ闇の支配者は俺一人でいい。でレンゲルになり一撃を食らわす変身できないみたいだなだったらあの姿を見せてみろ。で初めあの姿にはならない。でそこへ剣崎が駆けつける。で六月剣崎邪魔するな。 今お前の相手はで剣崎が「今お前の相手はできない」「はじめ乗れ」で六月「そいつは冷酷な殺人マシンなんだぞ」で剣崎は、えー「今君がそう見えるよ」とはじ、えー、めを連れてバイクで逃げ去る。 で海辺へ着くと、えー、バイクを止め女性の名を口にした賢崎、えー、小学1年の時好きだったこの名前で初めは、えー、それがどうしたで剣崎、えー、考えたけどどれくらいしか思いつかなかった俺の秘密俺も一つ話したんだからお前も一つくらい で初めはバカバカカしいで剣崎お前の正体なんてどうでもいい俺にとって初めだ、えー、ただハートの人が何なのか知りたい。 で、えじ、ー、め、一、えー、年、一万年前のバトルファイトの勝者、人類の始祖、ヒ、え、ューマン・アンデッド。二、えー、年前、俺は人間の手で封印を解かれた。本能のままに封印し,し続け、そして見つけた。一万年前に俺を封印した奴を、奴は全く抵抗せずに封印された。奴を封印して以来、元の姿に戻ることを、 忌まわしく感じるようになってしまった。そしてなぜか人間をで。剣崎は、えー、もういいよ。ありがとう。話してくれてで、初めは察した奴が来る。二人は走る。で、剣崎と初めはまた時間がを止められてしまった。 でキングは、えー、剣崎を殴るが止まっている人の周辺が止まっているので触れられない当たらない時間を動かす剣崎とはじめには突然目の前にアンデッドが現れたことになり攻撃を受けてしまうキングは取り上げたカードを見せつけ脅すように誘う剣崎は戦えないことを知るブレードに変身するもすぐに時間を止められてしまうキングは止まっているブレードの剣を取る その様子を見ていたはじめ、えー、時間が止まらないアイテムのせいだと気づく。はじめは奪い取り、ブレイドに渡す。時間が止まらなくなったのでサクッと倒す。で、キングは忘れないでよ、ジョーカーと消える。 で、剣崎が、えー、傷を治した方がいい。で、はじめは、えー、余計治せただ。カードは俺が取り戻す。で、剣崎、俺たち仲間じゃないか。で、はじめ、そんなこと言っていいのか。俺の実態は。で、剣崎、は、え、じ、ー、めだろ。そこで立花がやってくる。で、立花、ジョーカーの存在意義をが分かった。どの生命の子祖でもない、ジョーカーが勝ち残った時、生き残る命は全くない。俺が封印すると、えー 変身で剣崎、えー、俺はこいつを信じますで立花お前のためなんだぞで剣崎こいつは人類を滅ぼ,ぼしたりしない別の方法があるはずですで立花そんなものはないで剣崎もしないならその時は俺が封印しますと変身で二人とも弱フォームに変身し戦いが始まるまあ、ここで終わりですねサンジュは まあここまで、ねえー、見ていただいた方はありがとうございます。えー、もしいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまたです。ごきげん。